こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。世界最大の半導体委託生産会社 TSMC が米国に続き日本を開発拠点にすると発表され、半導体事業で抜かされ差は開くばかりで、キムチ工場しか残っていないサムスンですが、輸出規制以上のダメージになるようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。世界最大のファウンドリー半導体受託生産会社である台湾の TSMC が日本に初めて研究開発 R&D 拠点を設ける。 TSMC は米国に続いて日本ともいち早く連合戦線を構築し、世界トップの座を固めるために乗り出したという見方が出ている。専門家らはこれは始まりに過ぎないとし、半導体産業で世界的な協力システムを構築するべきだと述べた。 TSMC の後を追っているサムスン電子は内部革新に拍車をかけ、超格差に乗り出さなければならないという声が出ている。日本経済新聞によると、 TSMC は200億円約2100億ウォンを投資し、茨城県つくば市に半導体 R&D 会社を設立する計画だ。近く理事会を開いて日本進出計画を議決し、早ければ今週発表する計画だ。 TSMC は新たに設置する拠点をつくば市に選定、半導体の後工程関連技術の開発に集中する計画で、今後生産ラインの設置も検討する予定だ。日本政府も支援に乗り出すものとみられる。日本経済産業省は半導体を戦略分野とし、TSMC が日本企業と連携する場合、補助金支援などを提供する意向があると日本経済新聞は報じた。 TSMC はすでに昨年120億ドルを投じ、アリゾナに5ナノメートル工程半導体工場を設立することを決めた。今年も約30兆ウォンの先端半導体工場を建設する作業を進めている。米国に続き日本にも拠点地を設置し、米国、日本、台湾の強みを活用した半導体分野の協力関係を強固にするという考えだ。ファウンドリートップ企業の TSMC が連携を拡大する場合、サムスン電子など国内企業には大きな脅威になりかねない状況だ。日本経済新聞は、TSMC が先端半導体開発を急ぐためには、世界有数の装置メーカーと素材メーカーが集まる日本は欠かせないと判断したようだとし、今後の中国の浮上を警戒し、現在の世界最大ファウンドリーメーカーの優位を維持するための戦略とみられると分析した。専門家らは、この現状を政府と国内半導体企業が非常に深刻に受け止めるべきと警告の声を出している。匿名を要求した半導体業界の関係者は、今のこの状況を過去の日本の素材、部品、装備、粗武装輸出規制の時よりも深刻に受け止めるべきだとし、TSMC のこうした協力モデルは、日本の独歩的な粗武装技術を独占すると同時に、日本と米国の顧客会社の受注を得られる食物連鎖を構築する過程と述べた。それとともに、長期的に、韓国は本当に危険だ。半導体産業は、世界的な協力システムなしには一人で生き残れないとし、この状況では韓国半導体産業に牽制が入ってもなすすべがないと述べた。関肥大学新素材工学部の安仁保教授は、 TSMC の日本進出は R&D 拠点地の開発だけで終わらないだろうとし、今回の投資は日本との連携を強化するプロセスへの最初の始まりに過ぎないと述べた。それとともに、この状況で損をするのは我が国だ。米国、日本、台湾にとって共通の敵は韓国とし、サムスン電子は総合半導体会社 IDM を基盤に、米国や台湾と技術的な面で競っており、日本とは感情的に競っていると述べた。それとともに、国内半導体業界が生き残るためには、人材、産業の観点で世界的な協力システムを構築し、
技術的にリードしなければならないと主張した。それではネットの反応です。だからどうしろって？半導体産業を諦めろと？それとも日本に一緒に半導体事業をしてくると膝を折るって？2100億？建物をいくつか探して人をちょっと選んで装備を何台か買ったら消える額だ。こんなことでそわそわするな。日本と手を組んだ瞬間、滅びることが確定した。サムスンがまた勝つよ。相手はいつも勝っていた日本と台湾だから。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。